はい、新しいの456日目です。特に報告することなし夕方だし蚊が出てくるし、もうあのカナ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 っていう日暮らしの鳴き声が大合唱すぎてもうカナカナに聞こえない、サーって聞こえる、そういう状況ですけどね。全然あれですね、草抜きしてません。なのでもう伝えられることは何もない。うん、ここをなんか生かしたいけどね。ここ生かすのと、ここをもうちょっと草抜いてきれいにすることができたらいいんですけど、そこまで手が回っておりません。でキュウリちょっと低かったから誘引して高くしたんですけど、そしたら枯れてしまった。どういうこと、うん、水もやったんだけど、小さい小玉スイカはできてます。それぐらいでしょうか。それぐらいですね。伝えられることが本当に今回は少ない。まあミニトマトとかはでき続けてるし、オクラとかも結構できてるけど、あ、ナスビが結構でき始めてますね。そこぐらいかなもうすっかり8月なんで、なんか8月前としたことをしたいけど、そんな風な夏にならなさそうだ。忙しいこの荒廃した畑を見ながら忙しいとか、なんかポツリとつぶやくと非常に赤涼感があるな。まあ言うてられないけど、はい、てな感じで朝日の456日目でした。まあ暑さに負けず頑張っていきましょう。ほなまた。